皆さんこんにちは。100日後に超未来都市になるマイクラ6日目。今日はこんなの作りました。これ何の建物か分かりますか？前回言った通りね、こっち側が小麦、トマト、人参、ビートルート、そしてこっち側がトマト、キャベツ、玉ねぎ、米を収穫する農作物タワーになってます。この見た目でねいや最初ね、本当作り始めた時またひどい見た目のね建物になりそうだったんだけど、なんとか結構かっこいい感じね持ってこれました。よし、じゃあ早速中見ていきましょうか。今回はねすごいっすよ。まずこの1階がこんな感じで収穫したね作物を保管する場所になってます。上から下に流れてくるみたいな感じですね。そしてね、なんといっても今回じゃじゃん、エレベーターあります上に行くボタン、下に行くボタンですね。このね階数もしっかり表示してるんですよ。じゃあ2階行ってみましょうか。さあ2階は小麦っすね。こんな感じになってます。前回のねスイートベリーと同じ感じで回転する仕組みになってます。全部同じ感じで収穫できるんで、これと同じ機械が各階にあります。一応見に行きましょう。さあ3階がジャガイモです。4階人参、同じっすね全部。して5階がビートルートですね。ほらなんかすごいおしゃれじゃない都会のなんかビルの屋上感あるよね。結構ちゃんとねこうやって降りることもできるんで、ただね遅いのよ動きが。まあでもこれはまあ飾りみたいなもんなんでね、こんな感じでいいんじゃない。ドアがないタイプのね、安全面全く考慮してないエレベーターよし、隣のタワー行こうか。隣のタワーも全く中身は一緒っすね。2階に玉ねぎ、ここのタワーにはモッドで追加されたね作物でやってます。玉ねぎですよこれ。3階はキャベツ、こんな感じなんだよねキャベツ。4階がトマト、そして5階が米です。これだけちょっと特殊で、米ってあの浅瀬に浸かった状態じゃないとね設置できないんで、ここだけちょっと違います。まあでもやってることはね同じだね。うん、いい感じじゃない結構。ここの仕組みをじゃあちょっと説明していこうかな。このトンネルでフィルタリングされて、トマトはちゃんとこの中に入る。上の列にはねそれぞれの作物の副産物、まあキャベツの種とかトマトの種とか、稲だったら米みたいな、そうこんな感じで、ここまで来たら見てこれ吸い上げられるようにしてる。クリエイトモッドってこういうこともできて、ここにねファンがついてるんですよ。ファンを回転させることで吸い込んだり逆に風吹かしたりできるんだね。だからここまで来たら吸い込んで上まで上げて流して上の列にやってます。だからトマトの種はトマトの種のとこに入っていく。素晴らしいそしていらないもの、まあこっちのね作物わかんないですけど、こっちはさこの青くなったジャガイモってたまに出てくるじゃん。ジャガイモ取ってたらそれは何にも使えないから、そういう時はですねここまで来ます。さあここまで来るとピョーンと飛んでこの破砕ホイールっていうものにすりつぶされてなくなります。なのでいらないものがもし流れてきても大丈夫。これ良くない結構。だからこうやってやると飛んでもう鉄でも砕いちゃうね本来はなんか特定のアイテムだとすりつぶして何かゲットできるんだけど、いらないアイテムを処分するのにも使えます。まあ正直マグマでいいんだけど、ロマンだよねこれもちょっとやってみたかったんで、っていう感じでした。どうすかこれ、今までの中で一番見た目はいいよね。ざっと見てみましょうか。やっぱね街をね作るのってなんか初めてなんだけど、建物をどこに配置するとか道はどんな風にするとか全然想像できなくて、行き当たりばったりで作ってんだけど大丈夫かなっていうちょっと心配まあでもこの建物が結構一気にねなんか未来都市感を出してくれたんでよかったね、かなり。明日7日目はですね、小麦粉とカカオとミルクとスイートベリー手に入ったんで、チョコレートパイとかスイートベリーパイ作る工場作ろうと思ってます。ということでね、こんな感じでどん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 新しい建物追加していくんで、チャンネル登録してね、応援よろしくお願いします。じゃあお疲れっす。